最終章、これが用い方向け火災保険の選び方で。大手損保会社のコールセンターから代理店営業、さらにはインターネット通販と保険の最前線を経験してきた保険予備校の講師日吉がお届けいたします。今日は用い方向けの火災保険の最終章、火災保険の選び方について解説していきたいと思います。公開済みの動画では、火災保険は何を保証する金融商品なのか、そしてどのような災害に対して経済的な支援をする金融商品なのか、さらに火災保険の不都合な事実、保険金支払いについてご紹介してきました。火災保険を選ぶ上での知識レベルを確実にアップさせ、ご納得いく決断の時を間もなく迎えられると思います。生活の基盤であるマイホームが火災や自然災害でダメージを受けた時、一日でも早く火災保険、例えるならホイミー系の最強呪文ベホマズンで元通りの生活を取り戻せるか、今回の動画では火災保険選びのポイントを講師の体験談も交えて解説していきたいと思います。では持ち家方向け火災保険の最終章、火災保険の選び方いきますよ。スタートです。火災保険を選ぶ基準は大きく2つに分けられると思います。一つが保険料の安さ、もう一つが万が一の保証サービスの品質、これらのバランスをどう取るかになると思います。保険料の安さを重視する方が通るべき行動は非常にシンプルです。一括見積もりサイトや駅前にある代理店を活用して、最も保険料が安い火災保険を探してください。建物や家財の保険価格はどの保険会社でも同じなので、同一条件で見積もりを取れば最安の火災保険が見つかるはずです。なお、保険料が安い火災保険は主にインターネットを通じて提供されている火災保険です。保険料が安い理由はいろいろあると思うんですが、分かりやすい理由は代理店手数料です。同じ10万円する商品を販売しても受け取れる手数料は違うんです。インターネットを介して販売される火災保険の代理店手数料率は、大手損保が対面で販売しているものと比べて明らかに低いです。その分、火災保険の保険料も安くなります。セゾン自動車火災や楽天損保、ソニー損保などネットで販売している損保会社と、代理店を介して販売している大手損保会社の保険料を比較すると随分違いがあります。大手損保の保険料の方が高いと思います。今数万円を火災保険に上乗せして支払うのが難しい方、無保険よりはマシです。支払える中で最も保険料と安心のバランスが取れる保険会社、あるいは共済を見つけて加入してください。日本には失火法という法律があり、お隣さんからのもらい火でマイホームが火事になっても、出火元のお隣さんには損害賠償請求ができないんです。我が家はオール電化で大丈夫なんて思って無保険でいると、とんでもない目に遭うリスクを負って日々を過ごすことになるんです。ご近所で発生した火の玉が風に乗り、運悪く我が家に着地、メラ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 と大きな炎に成長し、マイホームを次から次へと攻撃、そして全焼。あなたが怒り狂って出火元の家に、あなたのせいで家が燃えた、弁償してくださいと訴えても、法律上出火元の家には損害賠償請求ができないことになっているんです。裁判を行っても負けます。確率が低い事例ですが、ゼロではないです。万が一の時に生活基盤を失わないために、必ず火災保険は加入するようにしてください。どこの保険会社、共済の商品においても、マイホームを元通りに戻す経済的な支援をしてくれるという面では同じサービスを受けられます。さて、一方で火災保険をきちんと万が一に備え準備したい方へ、大規模災害が起きた時、保険会社の電話窓口の裏側で何が起きているのか、火災保険のサービス品質を決める電話窓口の広報部隊にスポットを当てて解説したいと思います。過去最大級の台風があなたのお住まいの地域一帯に暴風をもたらしたとします。地域一帯のマイホームがダメージを受け、多くの被災者がベホマズンを唱え、マイホームの体力回復を図ろうとします。火災保険のサービスをきちんと理解するには、公開済みの火災保険の不都合な事実をご覧ください。マイホームの体力回復には時間軸において大きな差が発生する事実を解説しております。地域一帯の被災者からベホマズンが次々連呼されると、保険会社は通常のパーティー編成からラスボス対応のパーティー編成へ変化しなくてはいけません。保険金請求書類、修理見積もり、
写真など手作業で確認しなくてはいけない書類が次から次へとやってきて、通常のパーティー編成では対応しきれなくなってしまうんです。各保険会社共済が大至急ラスボス対応のパーティー編成を行わなくてはいけなくなるのです。パーティー編成を行う上で最も大切なのが、特殊能力を持った地域の仲間をたくさん加えることです。被災した地域には複数の保険会社共済があります。壮絶な取り合いが発生します。私の経験談です。私が損害保険会社の社員として九州で働いていた時、台風による記録的な大災害に見舞われたことがあります。台風が過ぎ去った後、すぐに支店内に災害対策本部が立ち上がったのですが、保険金支払い部門のトップが仲間の確保を失敗。混乱が一段落したところで異動となりました。責任を取らされた記憶が今でも残っています。なぜ特殊能力を持った仲間が必要なのか。それは100万円を超えるような大きなダメージを受けたマイホームの損害箇所を一件一件訪問の上確認し、修理に必要な適正な見積もりを作る必要があるからです。10万円程度の小さな損害の場合は即支払いになるケースが多いと思いますが、屋根や灯油が大きく破損し100万円以上かかるような修理の場合は、ほぼ間違いなく地道な現地調査、実地調査が行われます。この地道な実地調査を行う仲間をどれだけ多く抱え込むことができるか、これが火災保険の保険金支払いで最も重要な要素の一つになるんです。フードデリバリーサービスでも同じですよね。注文を受けたのはいいけど、裏側でサービス提供に必要な配達員が十分でなければ、サービスの品質は確実に落ちます。同じ店からデリバリーしてもらうのに、ちょっと料金は高いけど15分で届けてくれるサービスと、料金は安いけど1時間以上かかってしまうサービス、急いでる場合あなたはどちらを選びますか？ラスボス対応のパーティー編成を組んでる間、保険金請求書類を取り扱う災害対策本部は普段見かけない官邸事務所の方々で溢れます。新たに集まった仲間です。建物の専門家としてお客様から送られてきた修理見積もりを確認し、見積もりの金額大きかったり内容が雑だった場合は実地調査のために足を運びます。仕事をテキパキこなせる優秀な仲間を多く獲得できれば、当然保険金支払いの作業ははかどりますが、動きが鈍い仲間しか獲得できなければ、お客様のマイホームの体力回復には時間がかかり、お隣さんはもう保険金が下りて修理が始まってるという事態につながるんです。複数会社の火災保険商品を取り扱っている知り合いの保険代理店社長も言っていました。関東地方で大規模な台風災害が起きた時、実地調査が原因で保者の支払いがひどく遅れクレームになってしまったと。保険会社から支払ってもらえる保険金がいくら支払われるか決まらないということは、修理も遅れるということにつながるんです。これが原因で屋根にブルーシートが残ったりするんです。あー、保険料が安い保険会社選んじゃったもんなと後悔するんです。さて、火災保険の選び方のまとめです。保険料重視の方は同一見積もり内容を複数集め、最も保険料と安心のバランスが取れる保険会社の商品を選択ください。またマイホームがダメージを受けた時、回復スピードを重要視する方はお住まいの地域で最も大きなシェアを取っている大手の損害保険会社に加入することをお勧めいたします。大手損保の保険料は確かに高いです。それは中小の損保や共済と比較して万が一の時のサービス提供のスピードに違いが出ると信じて加入していただければと思います。私自身は日本で最大手の損保会社の火災保険に加入しています。損保会社としての対応力の素晴らしさを長年見てきたからです。ネット系より保険料は高いですが、最も価格と安心のバランスが取れていると考えています。さて、今回の動画はここまで。火災保険の選び方いかがだったでしょうか。パンフレットから見えないサービスの裏側を見てきました。マイホームがダメージを受けてもいち早く火災保険で修理をしたい方はぜひ参考にしてくださいね。保険料を重視される方も万が一の時、大手と比べると保険金請求の大渋滞に巻き込まれて保険金支払いが滞るリスクがあることを認識の上加入いただければ幸いです。最後に、いつもながらですが、講師は保険の募集、媒介は行っておりませんので、火災保険の加入については保険会社あるいは保険代理店にお願いします。また、この動画が火災保険選びに少しでも役立ったと感じられる方は、ぜひチャンネル登録やいいねをお願いいたします。
では次の動画でお会いいたしましょう。